出雲型装甲巡洋艦は、大日本帝国海軍の装甲巡洋艦の艦級である。本型は大日本帝国海軍が1896年の66艦隊整備計画において、装甲巡洋艦6隻の第1期拡張計画第2期により日露戦争前に、イギリスに発注されたクラスである。タイプシップは先に建造された浅間型にとり、本型は、 その改良型として、フィリップ・ワッツ造船技師の手により設計された。外観上での変更点は、前型で艦首にあった45センチメートル水中魚雷発射管1門を減じて、艦首を成形したほか、機関を旧式の円管12機で2本煙突であったものを、フランスが開発したベルビール式24機に変更したことにより3本煙突となった。最高出力は、 やや現じたものの、機関重量は約300トンの軽量化につながり速力は維持できた。建造は2隻ともアームストロング社エルジック造船所で建造された。本級の武装、装甲配置を示した図。船体形状は典型的な平ら板型船体であり、両派性を良くするために還元を高く取られている。艦首には未だ昇格がついている。手法は、 新設計の20.3センチメートル砲を大円筒型の連装砲塔にまとめ、一番主砲塔、司令塔を組み込んだ、相打環境、短足の前ほばしら、等間隔に並んだ三本煙突の両脇に、細めの通風塔が5本ずつ、計10本立つ。その後ろに関西艇置きボートクレーンの基部を兼ねる短足の水、二番主砲塔の順である。 1 5トル単素法は、浅間型装甲巡洋艦と、同じく片ゲイ7基計14基である。他には、水雷艇対策に、管主、管尾と上管般に8トル単素速射砲が12基、47mm 砲単素8基。管主部の水上魚雷発射管が廃止されたために、管主形状は改善された。上海における近代化改層後の出雲。 環境の直下の両側に、十ミリ 40mm 連装機関砲座が新設され、水蒸気運用のために、水の基部にクレーンがついた。本級の手法は、アームストロング社の新設計の 20.3cm 法である。これを楕円筒型の連装砲塔に収めた。この砲塔は、左右150度に旋回でき、行角30度、深く5度であった。 重量百十三キログラムの砲弾を毎分二発の間隔で発射できた。射程は行角三十度で一万八千メートルである。副砲は千八百九十五年型十五点にセンチメートル砲を採用し、この砲は毎分五発を発射できたが、熟練した兵ならば七発が可能であった。四四十五点キログラムの砲弾を不行角度は行角二十度、不角五度で、 強角20度で9140メートルの射程を持っていた。他に、ビッカーズ社の1894年型8センチメートル砲を単装砲がで12機、47ミリメートル単装砲を発機、45.7センチメートル巨雷発射管を単装で原則部水中に4機を装備した。 収益後の1924年に 8cm 速射砲4機と 47mm、単装砲4機と 45cm 魚雷発射管2門を、現時、対空火器として3年式 8cm、単装降格砲を1機搭載した。1930年代初頭2機関を完走した。 折に 15.2cm 速射砲6門 8cm 速射砲4門 47mm 単装砲4門 45cm 魚雷発射管2門が撤去された。この後に岩手も三式 8cm 単装広角砲2機を搭載した。1945年に 20.3cm 主砲4門と 15.2cm 副砲4門を撤去し、 対空火器として、89式12.7センチメートル広角砲を、連装砲がで2機、96式25ミリメートル機関銃を、出雲は3連装2機と、連装砲が2機、単装砲がで4機、岩手は、連装砲が2機と、単装砲がで3機、13.2ミ、mm、リメートル、単装機銃2丁を搭載した。春高時の、岩手。ボイラーは、 ベルビール式石炭戦勝水管管を24機に直立型三段膨張式4機等レシプロ機関2機に軸推進とし出力14,500馬力で速力20.8ノットを発揮し浅間型に比べ機関出力は小さかった。航続距離は石炭1,402トンを搭載した状態で速力10ノットで7,000回りを航行できた。なお、 岩手は1931年、出雲は1935年に老朽化したボイラーを、ヤーロー式重油、石炭混焼水管管6機に換装した。これにより速力は16ノットに低下したが、信頼性は上がった。本型の防御は、同世代のイギリス戦艦と同様で、浅間型と同じく水線部に 89mm から 178mm という例を見ない、 重装甲が貼られ、同時期のイギリス海軍のクレッシー、旧装甲巡洋艦が、主砲は 23.4cm かの方でも、水線部は 152mm であることに比べても、本型は重防御であった。これに加えて、装甲材質をニッケル鋼板から高い対弾能力を持つ、クルップ式新炭鋼板を採用したことで、原則装甲体の長さを短縮し、 看板走行の増圧が行われたのが主な改正点である。ありがとうございます。